皆さん、こんにちは、えー。FA となっているマー君ですけども、パドレスがですね、獲得に興味ということで、いや、パドレスもね、これ本当に実現したら、本当にすごいなっていう感じなんですけど、まあ、スネルとね、ダルさんを獲得して、まあね、もうこれで十分だろうっていうね、婦人ではいるんですけど、まあ、ここに来てまだ、 補強をね、進めているということで。これ本当に、この、あと3シーズンぐらいのうちにですね、ワールドチャンピオンになるんじゃないかなという感じのもうね、メンツになってきておりますし、まあそこをね、まあ狙っているんでしょうね。このタイミング的にも、今だっていうことで補強してるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、 えね、コロナのこの関係で、まあ、どうなるかわからない状況ですけども、まあ、一番力を入れて、ねまあ、トレードとかですけども、まあ、補強をしているんじゃないかなという感じもありますよね。なのでまあチームとしてここ数シーズンでまあね強くなるっていうかそのタイミングに来てるっていうことで、まあ、あとはピッチャーを、ね、結構補強してるんじゃないかなっていうのがありますね。 で、まあ、ここでマー君を取ったとして、マー君、ダルさん、スネル、で、パダック、で、ラメット、で、まあ、クリビンジャーは今、えーき、あのー、今シーズン投げられないと思うので、で、まあ、戻ってきたらいるでしょで、まあ、マッキュンジー・ゴアっていう、あのー、左ピッチャーが、えー、チーム1位のプロスペクトなんですけど、まあ、ここが あと数年で出てくるとして、そしたらもう先発ピッチャーが余りすぎるぐらいいますよね。で、まあこれぐらい、まあ、この何て言うんでしょう、レベルのピッチャーが余るぐらいいたら、まあ強くなるのは当たり前ですよね。で、まあ全員がね、全員毎年調子いいわけじゃないので、まあそこでね、余ってる部分とかで、まあ、補って、 まあ、あとはこのね、投球感覚とかもいろいろ調整できるでしょうし、まあ、そのね、3シーズン以内かな、ワールドチャンピオンになると思いますね。ていうかならないとおかしいぐらいの戦力ではあるかと思います。で、マークも、まあね、ヤンキースと再契約してくれるといいんですけど、個人的に思うのは。まあ、ただですね、ワールドチャンピオンを目指すとしたら、 まあ、パドレスの方がいいんじゃないかなっていうのと、まああの、ヤンキースはね、まあ、毎年そこそこは、こうね、ワールドチャンピオン予想の上位にはいきますけど、まあ結局10年ぐらい遠ざかってるっていうのと、まあこう毎年ね、なんて言うんでしょう、狙っていくっていうのがありますので、まあ、なんて言うんだろうな、他のチームはこう、周期がね、あると思うんですよ。 まあ毎年こう試合はしてるにしろ、まあ、今年はちょっと無理かなっていうのはあると思うんでその,、ね、その間にこうドラフトで、ね、いい選手を、ね、その先の、ね、順位で取れたりとかいろいろあるんですけど、まあ、ヤンキースの場合は毎年まあそこそこは行くので、まあ、そのドラフトの順位的にはいつもまあ1巡目でも二十何番目とかなんですよね。そのシーズンで、 あのー、圧倒的ビリとかないので、まあ、そうなってくるとやっぱりドラフトの1巡目の1位と、まあ、28位今年28とかでしたよねそんぐらいか、まあ、30位とかだとまあまあな差が出てくるわけですよねでまあ弱いチームっていうのは1巡目をね数年ぐらいでこう1巡目指名とか23とかをね取れて それでまあ強くなっていくタイミングでっていうのがあるので、だからその、なんて言うんでしょう、補強のタイミングで今多分、パドレス的にはここだっていうタイミングでね、補強してるので、まあそれが目に見えてると思うんですよね。でも去年のシーズン最後の方もまあ補強しましたよね、結構。それでまあ、なのでね、このタイミングでこう、マー君も、 もしパドレスがね、取るんであれば、行った方がね、ワールドチャンピオンには近いんじゃないかなと思って。で、おそらく3年契約ぐらいだと思うので、まあ、そのうちには1回ぐらいはチャンスがあるんじゃないかなと思っておりますね。で、まあ、野手だとね、タティスが、まあもう、スーパースターの仲間入りになって、で、長期契約を結ぶかどうかっていうところで今なってますしね。 で、まあ、結んでくれれば、まあ、フランチャイズのね、選手として長くいる予定という感じにはなると思うのでね、トラウトみたいに。それでまあ、マチョとかね、まあ、あと、グリシャムとか、クローネンワースでしたっけ。まあ、その辺のね、若めの選手も出てきてますし、まあ、あと、キャッチャーですか。えー、オースティン・ノラ。あと、若い、 あと、ダルさんと一緒にね、えー、空手にですかね、が来てるので、まあ、その辺もね、枚数と、まあ、あと年齢的にもいい感じでいますし、まあ、やっぱり優勝候補としてはかなり上がってくるんじゃないかなっていうね、感じがありますのでね、まあ、この今シーズンから、まあ、あと3年ぐらいかな。 ダルさんも3年契約あと3年残りぐらいだと思うので、まあ、その間に狙ってるっていう感じでねこの3シーズンぐらいすごい楽しみなんじゃないかなと思いますねで今日か昨日か面白い記事出してたんですけど日本の,あのメディアで田中マー君があの売れ残ってるっていうね FA の中で売れ残ってるっていう記事が出てまして まあそれはやっぱり肘の問題であるというね、感じで書いてあったんですけども、まあ売れ残ってるって言っちゃったらもう今バウアーとかも売れ残ってるってことになっちゃうんですよね。でまあ売れ残ってるも何もまだ全然買われてないんですよ、周りがね。で、周りがか買われ始めてね、決まり始めて残ってたらまあ売れ残ってるんですけど、まあ今売れ残りというか、まだ在庫いっぱいある状態なのでね、まあその辺も、 なんかね、ちゃんと分かって書けよっていう感じはいつも思ってるんですけど、まあそういうね、何て言うんでしょう、まあ嘘っていうかね、そういうのを書いて多分、主張っていうかね、観覧数増やしてる媒体なんですよね、大体いいあそこって。まあなのでね、まあそういうのでこう、惑わされないでほしいなっていうのありますよね。 決して売れ残ってるっていう状態じゃなくて、全然笛が決まってないので、まだまだね、その、大物も全く決まってない状態なんで、売れ残るっていう、むしろ売れ残りっていうのがまだおかしいですよね、状態としてはね。だからまだ全然、手をつけられてない状態。だからまだ始まってもないような状態なのでね、まあ売れ残りじゃないっていうのと、 あとまあ肘がどうこうっていうのはもう数年前に言われてるね、あれで最近はそこまでね、アメリカでも言われてないと思うんですよね。なので結構情報が古いのと、まあ今言われてんのかな多分言われてないと思うんですよね。肘についてってそんなに。肘がどうこうの耐久性がどうこうっていうので決まってないというよりかは FA 市場が動いてないからまあ決まってないっていう状態だと思いますね。 そういういことですね、まあ、本当にパドレスが取るんであれば、まあ、いよいよ本当にそこの3シーズン以内にワールドチャンピオンが見えてくるんじゃないかなということで10勝、まあ、できるピッチャーが何人いるんだという、ねえー、感じにそ揃ってきていますので、ねまあ、非常に楽しみですし、まあ、あのエンゼルスだけじゃなくてちょっと注目してもらいたい、ねえー、チームじゃないかなと思っております。 ということで本日はパドレスがマー君まで獲得するんではないかというお話でした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。では本日はこれで終わります。